はい、皆さんこんにちは、どうもひろです。今回は久しぶりの、GT6 グランツリスモ6を喋りながらやっていこうと思います。今回はですね、なんで突然喋りながらやり出すかっていうと、G27 が新しくなりました。前の G27 がですね、ハンドルがもう完全に壊れてて使えないわけじゃないんですけど、回すときにすごいガタ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 っていったり、この揺れがもうすごいガタ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 動いてたんですよ。なんで音がすごすぎて、喋りながら撮影するとそのハンドルの音が、もううるさ、ハンドルの音がうるさすぎて、なんか動画がね、聞きづらいっていうか見づらいっていうか、そういうのがあったので、今回は G27が新しくなってすごい静かになったので、撮影、喋りながら撮影やっていきたいと思います。で昨日ちょこっとだけドリフトを新しくなってからやったんですけど、なんかハンドルが、これノーマルのハンドルなんですけど、これのせいもあるかもしれないけど、ものすごい重たいんですよね、ハンドルが。こんなに初めて重たかったっけっていうぐらい重たくて、ドリフトがまともにできないっていうか、いつも、走りながらの方が喋りやすい、分かりやすいかな。とりあえず、G27 のこのハンドルの回す感覚が全然、変わったっていうか、重たくて、ちょっと難しい感じはあるんですけど、でも、こっちの方が、ハンドルがリプレイとかで見た時にタイヤがこうパタ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 したりっていうのがなくなるっちゃなくなるのかなっていうぐらいものすごい重たいです。なので今回はそういうのもちょっと喋ったりしながらやっていきたいと思います。はい、ということで鈴鹿にしました、コースを。車は FDのアンフィニで、ちょっと久しぶりにアンフィニの方に乗ってみました。多分動画の画面はいつもの3視点の画面になっていると思うんですけど、ちょっと早速やっていきます。ちょっとここのシミワが、あ、いけた。本当に感覚が全然違う。なんか、ハンドルに逆らえてない、なんて言ってるのかな、カウンターをこうやって当てて戻す時のこの戻すしがすごい重たい。ありがとうございます。本物がどんな感じなのか分かんないんであれなんですけど、本当になんか、なんて言ったらいいんだろう、なんかカウンター当てる時も前はブンってやったらスルスルスルって回ったのが、新しい方は回らないっていうか、なんかカクカクっていう感じ。こういったらちゃんと当たるんですけど、なんかね、すごい感覚が全然違う。で、この止まってる時のこれがめちゃくちゃ重たい。前の G27 はもうぐる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 ガチャン、ぐる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 ガチャンって回したのに、なんかすごいよいしょよいしょってなる感じがする。本物ってこんな重たいのかな。とりあえず難しいけど、このハンドル回す時の音はめちゃくちゃ静かだから、それはすごい嬉しい。やばい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 、ずっとやってたら筋肉痛になりそうっていうぐらい重たい。最初本当にこんなのなのかな。あ、やばいやばい、めっちゃまずい。なんかやばいな。喋
喋らなくてすごい黙っちゃう。なんだっけ、あの GD7 とかの設定、あのグランツーリスモ内での設定で、なんかトルクのそのこのハンドルの回る特性みたいなやつがなんか2項目ぐらい選べるんですけど、それをなんか1から10まで選べて、今は上のなんかトルクだったかなんか、その辺のやつが10で、その下のやつが5でやってるんですけど、どっちも1にしたら軽くはなるんですけど、そうだけどとりあえずまあ今はあえて重たくしてますね。なんかこう滑った時にカウンター当てる時なんかが両方とも1にするとすごい違和感があったので、とりあえず10と5にしてます。変える前は両方とも10で普通にできたんですけど、やっぱ相当壊れてたんだなって思いますね。これは切り返す時どうなんだろう、これ周り間に合わない。けど、なんか楽しい。あのリプレイで見るハンドルのタイヤがすごい滑らかに動いてるんじゃないかなっていうのがやっぱあったりして、昨日なんかずっとやってましたね。なんか本当にすごい感覚が全然違いすぎて、別な感じでした。なんでなんかちょっと飽きてたコースとかもなんかやったら結構面白かったけど難しい。やりやすさ的にはやっぱ前の壊れてたやつの方がハンドルがくる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 回るからやりやすかったけど、でも弱っちゅう。でも楽しい、こっちの方が。めっちゃ重て。どれぐらいやろうかな。とりあえずもうちょい、あと2往復くらい普通にやります。なんかドリフトの練習の動画を上げ始めてからすごいいろんな人からコメントがねもらえてすごい嬉しくて、でなんかアドバイスを最初の方かな、春休みのドリフトのパート1とかその辺でカウンター当てるときに、僕前繰り返しとかですごいビューンってやってたんですよ。こうブーンっていって振り出すときここでバンってやってブーンって回してたんですけど、なんかでそれはなんかやめ、それよりこう手で自分でカウンターをこうやってハンドルを回していく感じの方がいいと思いますよっていう風に教えてもらって、でちょっとそれを意識して練習してたんですけど、やっぱり慣れないっていうか追いつかないんですよね。振り返す時に追いつかなくて、で結局結構ビュンって回してカウンター当ててたことが多かったんですけど、なんかこれはそれができない。逆に飛ばせないハンドルをカウンター当てるときにビュンってやってもなんか回ってくれないっていうか、多分その車の実際の動きっていうのかな、なんか別にそんなに車のなんか勝手に当たるじゃないですか、滑り出すとその勝手に当たる具合がそんなに回せなくてもカウンター当てなくてもいいのに、前はビューンって飛ばしてたからそれで回っちゃってたみたいな、なんて言ってるのか走りながらやってると何しゃべってるか全然わかんないけど、そうだからこれの場合だとビューンって飛んでも途中でカクって止まってくれるから
その後はもう自分で、家でも自分で回さなきゃいけないっていうのが逆にいいのかもしれない。なんか練習になってる気がするし、なんかカウンターの量が減ったのかな。なんかここがスッて回るし、でここでちょうどいいところでなんかピタッと止まってくれるからすごいやりやすい。逆にやりやすいな違和感はあるけど慣れるとこちらもやりやすいのかもしれない。なんか無駄な動きがなくなる気がする。今までの僕の、 あのドリフトの動画見てるとすごいあのハンドルガガガガガガドリフトしてる途中に動かしてるのばっかだったんですけど、なんかこれでずっと練習してたらそれが減りそうな気がしています。だからもうちょいドリフトしてる時の見栄えも良くなるのかなっていう。なんかいつもあのサイドブレーキでガーって進入してる時とかもあのなんか調節みたいな感じで結構ゆらゆらハンドル回しちゃって、でそれが車自体になんか影響しちゃって車もなんかゆらゆらしてたので、もしかしたらこれで練習してできるようになればそれがなくなるのかなっていう気がしますね。だからこれは練習になりそうなんか走ってる見た目もすごい良くなりそうな気がします。今までグランツーリスモで、グランツーリスモの実況をしてた時はどんな会話してたのか忘れてたな。なんかレースの時は全然喋れるけど、一人で黙々と走ってるようなもんだから黙っちゃういつもあの動画撮ってる時とかもそうなんですけど、すごいこのグランツやってる時はなんか黙って真剣にやってるんで、ついそれが出ちゃう。これラストにします。ラストの1往復これで上上がってきてるところかな。やべえ戻れ、これいける、これはいけるラストミスっちゃったけど、スピンじゃないか。それでもあれがあのワンハンドステア難しそう。いけるかな重たいからやめよう重たいから無理な気がする。マジで重たい他のなんか YouTube とかで見かける G27 でドリフトしてる人たちはこんな重たいのでやってるのかな。だとするとすごい人たちばっかこれはマジで難しい気がする。慣れないとずっとこうだったら全然いいのかもしれないけど、僕の場合、前のやつは本当におかしかったなてか、おかしかったんだなっていうのがすごい分からさせられたっていうか。よし、ちなみにあともう一個嬉しいのがあのバックが入るようになったことです。これ前の G27 シフトも全然おかしくて、なんか3が入りにくかったりとかで、バックは完全にもう入らなくなっちゃってて、いつもこっちで一回カチャンってやってカチャン、こっちでバックに入れてたか、ここの三角でバックに入れてたかでいつもやってたので、それも嬉しいよし、はい、ということで今回は久しぶりに G27 がね新しくなって、このハンドルのこの操作も静かになったので、ちょっと久しぶりに実況してみたかったので実況っていうか、まあ、喋りながらやってみました。また、多分ハンドルとシフトノブは前使ってたやつに戻、付け替える予定です、一応。でももし付け替えてハンドルとかまた壊れちゃったっていうのも怖いんですけど、
まあ、ちょっとその辺壊れないように、なんか無理にガガガガやらないようにしながらまた練習していきたいと思います。また次からのドリフトの動画でまた春休みの初めの方みたいになんか下手くそな動きになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、また一からねやり直しということで少しずつ練習してまたこの本来の G27 にもね慣れていきたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では。